有村春子君。自由民主党の有村春子です。私は自由民主党無所属の会を代表して政府4演説について質問いたします。数々の経済指標が好転しています。安倍総理のもと日本経済は回復に向け再び力強く歩み始めています。この勢いを東日本大震災からの復旧加速に向けていただきたいと念じ、まず総理が最重要項目とされる復興についてお伺いいたします。まもなく東日本大震災より2年の3月11日を迎えます。直近の世論調査においても復興に必要な財源を確保するための増税を肯定する民意が示される一方で、復興予算が適切に使われていないと感じている世論が実に8割に上ります。復興予算と銘打ちながら被災地再建と直接関係のないような予算の使われ方は納税者たる国民との信頼を損ねます。民主党政権時代に明らかになった復興予算の流用問題を私たちは正していかねばなりません。しかし来年度の復興予算においても財務省が被災地における検査装置の復旧等という項目で実は10億円を超える予算を関西の税務署回収費用などに充てようとしていたことが自民党内の勉強会で明らかになりました。他省庁の予算をチェックし税の適正執行を司る財務省ですらこのような予算流用の意図を持ち得るのだということに私はショックを覚えました。国家予算が必要なところに適切に執行され税の無駄を省くことは国民益につながります。しかしその一方で自らの権益を広げ予算拡大を拾う各省庁の狙う各省庁の省益があります。本来は国家国民益と各省庁の省益や方向性を一致させていくことが最も望ましい姿ですが、復興予算を精査すると被災地の復興や国民全体の利益に反する省益が各省庁を駆り立て予算付け替えの動機になっているような事案が見受けられます。当然のことながら復興予算も国会で審議議決を経て成立したものであり、国民の代表として国会で議席をお預かりしている私たち議会人にももちろん重要な審議責任があります。そして事実与野党の国会質疑を通して予算の流用を見破り是正できた実績も数々あります。しかし復興予算の個々の項目の下に復興以外の事業が巧妙に入れ込まれ、もっともらしく仕上げられた予算書からは省庁からの内部告発でもない限り予算の付け替え、からくりの全貌がなかなか見破れない、こういうもどかしさにじくじたる思いをしてきた与野党議員は少なくないはずであります。各省庁のこのモラルハザードを起こさない行政風土を作ることこそ政治のあるべき姿です。そこで提案申し上げます。本来公益、国民益に資する予算であれば復興予算という大義名分を隠れ蓑にしないで正々堂々と一般会計に予算項目を立てるよう省庁に徹底する、説明責任が負えないような案件はそもそも予算に計上しない、その周知徹底を図った上で納税者に全く理解されないような極端な付け替えが発覚した場合にはその予算編成に携わった省庁のみならず予算案を上げてきた部局の責任の所在を明らかにして次年度の予算においても社会的ペナルティ制裁があるという緊張感を持って予算編成に当たっていただきたいと考えます。安倍総理は被災地復興予算の流用など批判を招くことがないよう使途を厳格化するとたびたび発言されています。各省庁を束ね
行政全体として流用を防ぐための具体的方策を総理お聞かせください。先日のアルジェリアにおけるテロ事件では、残念ながら、誠に残念ながら、日本は最多の犠牲者を出しました。今回犠牲になられた方々は、エネルギーの安定供給という国益の最前線に立っていた同胞です。日本人が国際的なテロの標的になってしまう事案が、厳然たる事実として存在する中、例えば日本人だけが人質に取られてしまった場合、日本政府は危機にある邦人をしっかり保護できる体制や法整備、自前のルートを確保できるのでしょうか。海外で活躍する日本人の多くは、日本のパスポートを持っていることの価値を語られます。同時に経済的豊かさなど、その価値ある国籍ゆえに、日本人がテロや国際紛争のターゲットにされるという状況を断じて許してはなりません。次のターゲットを生まないためにも、危機における邦人保護体制を築いていくことが、安倍政権、私たち自由民主党の国民の命を守る上で大事な課題だと認識いたします。憲法の精神、法治国家としての秩序と信用、テロに対し一丸となって立ち向かうという国際社会の要請、国民の安全を守りきるために全力を尽くす国家と国民との信頼という主要な価値の狭間で、どのような整理をし、日本政府としていかなるメッセージを内外に発せられるのか、その方針、進捗状況を総理にお伺いいたします。次に教育問題、学力全国調査について伺います。平成19年に43年ぶりにやっと再開できたこの全国学力調査は、平成22年からは児童・生徒のたった3割だけを対象とする抽出調査に変わってしまいました。長年文部科学省を敵視し、教育政策で対峙してきた日本教職員組合、日教組が幅を利かせる民主党政権が、全員参加方式の学力調査制度を歪めてしまったからです。学力測定がイデオロギー対立に振り回されるようなことはあってはなりません。世界に目を向けて活躍が期待される日本の子どもたちの確かな学力を測定し、伸ばす手段の一つとして、長期的、全国的な動向が把握できる全員参加での調査をこれからも継続すべきだと考えますが、政府の長期的展望はいかがでしょうか。文部科学大臣に伺います。全国学力調査については、調査結果の公表も大事なテーマです。さまざまな世論調査は一貫して、全員参加の学力調査の毎年の実施と測定結果の公表を支持しています。しかし、民主党政権下の昨年12月に文部科学省が定めた平成25年度、来年度の実施要項では、都道府県が市町村の結果を公表したり、市町村が学校別の結果を公表したりすることを禁止しています。果たしてこれが妥当な方針なのでしょうか。税金で学力テストを実施しながら、個人情報を除いた学校別の測定結果や傾向すら国民の前に公にせず、そこで得られた知見や考察を次年度以降の教育方針に反映できる形で国民に還元しようとすらしない。このようなことがまかり通るのであれば、文部科学省は未だ民主党政権下の影響下、とりわけ日本教職員組合、日教組に引っ張られているのではないかと国民から疑念を持たれても仕方ありません。特定の政治勢力、圧力団体から決別をするという覚悟を決めてこそ、教育の正常化が図られ、世論の支持が集まるというものです。下村文部科学大臣は、民主党政権時代に作られたこの方針を見直すことに言及されました。大事なご決断だと指示をいたします。文部科学省もこれら世論の声を直視し、堂々と確かな学力づくりに邁進していただきたい。必要であれば各自治体の判断も尊重しつつ、学校ごとの結果を公表できるようにすべきだと考えますが、検討状況はいかがでしょうか、お尋ねいたします。また調査結果は単なるランキングの発表に流れる傾向を現に戒め、努力した自治体や学校、生徒自身が粘り強く取り組んできた内容こそが評価されるように公表していただくことが肝心です。
学力測定から得られる考察を確かな学力、豊かな生活習慣を育む国民全体の価値ある知恵にまで高めていただきたいと願い伺います。総理は施政演説において、男女が共に子育てと仕事を両立できる社会の実現を掲げられました。働く母親にとって保育は切実な問題であり、重点化していただいたことを率直に歓迎します。そこで保育をめぐる問題について質問いたします。私自身、二人の子供の母親として、保育園にお世話になる中で、片時も目を離さず、子供たちの安全を見守ってくださる保育園の先生方の献身的な働きとプロ意識に頭が下がる思いです。待機児童の解消が指摘される一方、当の保育園にあって、保育士の人材確保が思うように進まず、離職率も高いという状況が現在全国的に見られています。努力して保育士の資格を取得されても、実際にはその資格を活かせず、残念ながら他の仕事に就かれる方も少なくありません。その大きな要因の一つは、保育士の処遇にあります。給与面を見ると、全業種の平均賃金は月32万円となっていますが、保育士は22万円と10万円も少なくなっています。平成24年度補正予算では、保育士の待遇改善のために438億円が計上されました。これ自体はありがたいことですが、抜本的な対策も必要です。田村厚生労働大臣は、これまでも保育の充実に一生懸命取り組んでいただきました大事な同志です。安倍政権としてより長期的な視野に立った保育園の整備、保育士の処遇改善にどのように取り組んでいかれるのか、田村大臣お聞かせください。次に我が国が直面する領土問題についてお聞きします。韓国では国史という教科の国定教科書で見開き2ページにわたって竹島、韓国でいうところの独島について記述し、その詳細を子どもたちに伝えています。一方で日本の子どもたちは我が国固有の領土がどこからどこまでなのか、健全な国土、領土意識を持つための基本的情報すら教科書で十分に教えられていません。このような現実について、安倍総理並びに文部科学大臣はいかなるご所見を持たれ、領土教育は本来どのようにあるべきだとお考えでしょうか、伺います。自衛官、海上保安官、警察官、消防士などの皆さんが、ことあらば危険を顧みず、公の安全のために職責を果たせるかどうかは、練度を高める日々の修練とともに、多くの国民にその職責の重要性が理解され、支持されているかどうかにもよります。今、この瞬間も、領土、領海、領空の国境線を守っていらっしゃる自衛官、海上保安官、警察官等の諸官に対し、先の演説をはじめ、機会を捉えて、敬意と感謝の念を示されている安倍総理の姿勢に心から共感をしています。領空や宇宙空間のみならず、サイバー空間までもが防衛の対象となる現在においても、古代より言われてきた、海を制する者が世界を制するという言葉が本質的に伝える地政学的、戦略的な海の重要性は何ら変わっていないと私は認識しています。総理は施政演説で海における法の支配の重要性について強調されました。今まさに尖閣諸島周辺海域において中国による力の行使、誇示が頻繁に起こり、国際法に基づく秩序が脅かされています。先日、中国海軍の艦船が海上自衛隊の護衛艦に対して射撃管制用レーダーを照射する事件が発生しました。総理も防衛大臣も不測の事態を招きかねない危険な行為だった。大変異常なことだと控えめな発言に徹しておられましたが、果たして中国は事の重要性を本当にわきまえているのだろうか。一つ間違えば戦争を引き起こす恐れもあったじゃないかとの強い抗議、懸念の声が国民から上がったのも当然でありましょう。歴史上突発的、局所的な小競り合いによって紛争や戦争が勃発してしまった例は残念ながら数多くあります。
法の支配による地域の安定、秩序を脅かし、強引に海洋権益を拡大しようとする大国を隣に持ちながら、海洋国家、日本の安全をいかにして守るのか、中国の挑発に乗らず、平和的に対等に伍していく安全保障政策の方針を伺います。我が国の国防費はこの10年ほとんど変わっていませんが、昨日発表された中国政府予算案については、中国の2013年度国防費は実に11兆1100億円、この10年でおよそ4倍にも膨らみ続けていることが判明しました。総理はこの中国国防費の規模、またこの20年間、たった1年の例外を除いて、毎年国防費が 10% 以上ずつ増長している傾向をどのように認識、解釈されますか。日本にとってこれは軍事的脅威ではないのでしょうか。しっかりとしたご意見を伺います。平成の御代になってから25年、四半世紀が経ちました。この間、アメリカでは4人の大統領が政治の中枢を担い、イギリスでも5人の首相が政権を担当。同じ敗戦を喫したドイツにおいては、たった3人の首相が長期政権を担い、EU におけるリーダーシップを発揮し続けています。この間、日本の首相は25年間で実に15人、16回の交代がありました。毎年社長が変わる企業が信用を保てるはずがありません。毎年首相が変わる市区町村において、長期的視野に立った投資などできようはずもありません。いわんや一国の宰相がどうして務まるでしょうか。近年、私たち国民は日本の首相が精魂尽きて朽ち果てていく姿を続けざまに見てきました。首相が窮地に立たされたときに、ベストコンディションではない状況の中で下した政治的判断が、さらなる支持率急落と不信を招き、内閣や与党、霞が関の官庁においても、人の心が離れていく遠心力が働き、その足元を突き崩すかのように外観の危機が迫り、外国首脳とのトップ会談がセットできないまま退陣せざるを得なくなるというパターンです。歴代の首相が疲労困憊の上、八方塞がりになって次々と枯渇していくのを毎年のように近くで目にするたびに、これは各首相ご自身の資質の問題のみならず、むしろシステムとしての制度や慣習に大幅な改善の余地があるのではないかと考えるようになりました。今、この点を是正しなければ、今後も日本の首相が毎年潰れて刻々と動いていく世界の中で、日本だけが取り残されてしまう危惧があります。一体どうすれば日本の看板である首相を摩耗させることなく、国家の意思決定に際して確かな判断を重ね、国運を切り開いていくという宰相本来の仕事に多くのエネルギーを割いてもらえるのか、切実な問題として認識しています。かつて首相を務められた麻生副総理は、総理大臣という職責はどす黒いほどの孤独に耐える能力を求めてくる。日本の首相は事務的作業などで忙殺される時間が長いゆえ、先進国首相の中でも最も忙しく、その一方権限は最も少ないという偽らざる実感を吐露されています。ならばこそ伺います。どこをどう改善すれば国家のトップリーダーを摩耗させ、枯渇させ続ける日本の現状から脱却できるのか。日本丸の漂流を打ち止めるために、行政と政治、内閣と国会はいかなる距離感を持つべきなのか。行政機関はどのように内閣を支え、国民に奉仕するのが健全なのか。首相が毎年のように交代するという不幸な鉄を直視し、日本の政治は今こそ度重なった失敗を乗り越えていかなければなりません。かつて転落の修羅場を自ら経験され、その経験をも腹にぐっと据えて国家の未来に貢献すべく、再び最前線に立ち上がられた安倍総理、麻生財務大臣に、日本の国力を守る基盤としての首相職をどう守っていくべきなのか、忌憚のない教訓と知恵を敬意を持ってお伺いいたします。近年続いてきた日本の凋落をここでしっかりと食い止める。
日本の本来の国力に見合った経済力、外交力、教育力、文化発信力を作り固めなしていくためには、国民から信頼され、安定感があり、国際社会の信用を得る長期政権を打ち立てることが何より重要だと確信しています。当然のことながら、これはいかなる政党のためでもなく、日本の再起をかけての悲願であります。私たちの安全、繁栄の基盤である日本の未来をかけて、信じられる政治、決められる政治を確立したいです。国民が誇りを持ってそれぞれの分を果たし、安心や幸せ、希望を育む真っ当な国づくりを進める安倍政権、私たち自由民主党でありたいという意思と決意を明確にして、私、自由民主党、有村治子の質問を終わります。ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。有村治子議員にお答えをいたします。復興予算流用の具体的な防止策についてのお尋ねがありました。復興関連予算の使途につきましては、安倍内閣として初めて開催した復興推進会議において流用等の批判を招くことがないよう使途の厳格化を行うことを指示いたしました。これを踏まえて復興関連予算については防災地域の復旧復興に直接資する施策のみを復興特別会計に計上することを基本としております。また被災地向け予算はすべて復興庁に一括計上することとし、執行段階でも復興庁において内容を確認した上で予算配分を行うこととしております。アルジェリアにおけるテロ事件についての尋ねがありました。我が国政府は事件発生当初よりテロ行為を断固非難するとともに、人命を第一に全力でテロ事件への対応を行ってまいりました。現在、このテロ事件への対応に関して、有識者からも意見を求め、検証を行っております。事件の教訓を踏まえ、今後とも、我が国企業や法人が海外の最前線で安心して活躍できるよう必要な対策に迅速に取り組むとともに、我が国がテロ行為に屈せず、国際社会と連携しながら、テロとの戦いに積極的に取り組んでいく姿勢を明らかにしてまいります。領土教育についてお尋ねがありました。我が国の将来を担う子どもたちが自国の領土を正しく理解することは極めて重要であり、改正教育基本法を受けた学校教育基本法の改正により我が国と郷土の現状と歴史についての正しい理解を義務教育の目標に掲げたところであります。その趣旨を踏まえ教科書においては我が国の領土についての記述が充実されてきたところでありますが、引き続き我が国の領土の範囲について理解させるとともに、領土をめぐる問題についても我が国が正当に主張している立場に基づきしっかりと教育を進めてまいります。我が国の安全保障政策の方針、特に中国の活動への対応についてお尋ねがありました。我が国は自ら適切な防衛力の装備に、整備に努めるとともに、日米安保体制を堅持し、より良い安全保障環境を確保するための外交努力や国際平和協力を推進していくことを安全保障政策の基本としております。中国の活動への対応に関しては、自国の領土、領海、領空は断固として守り抜くとの決意のもと、海上保安庁、
防衛省をはじめとする関係省庁が連携して、尖閣諸島及びその周辺海空域の警戒警備に当たっており、引き続きしっかりと取り組んでまいります。同時に、中国側に対しては、事態をエスカレートさせないよう、自制を求め、国際社会ともしっかり連携しつつ、個別の問題があっても、関係全体に影響を及ぼさないよう、コントロールしていくとの戦略的互恵関係の原点に立ち戻るよう、粘り強く訴えていきます。中国の国防費に対する我が国の認識についてお尋ねがありました。中国の国防費はご指摘のとおり、この10年で約4倍、24年間で30倍の規模となっており、今般中国政府が発表した今年の国防予算も前年執行額比 10.7% の増加となっているものと承知しております。中国の透明性を欠いた軍事力の増強は、我が国を含む地域の共通の懸念事項です。我が国としては、国防費を含めた中国の国防政策について、引き続き注視するとともに、透明性の向上や国際的な行動規範の遵守につき、中国との様々な対話や交流を通じ、関係国とも連携して働きかけていく考えであります。首相職を守るための知恵と教訓についてお尋ねがございました。私がこの高い場からお話しする、そういう資格はないわけでありますが、私は何よりもまず、総理大臣である私が意識を変えていかねばならないと考えており、また実践をしているつもりであります。それは国民の政治への求めに合わせ、取り組む課題に優先順位をつけていくことであります。広く国民大衆とともに、政治の責任を全うせんとは、自由民主党の立党宣言の言葉であります。自由民主党が摩耗することなく、長きにわたって政権を担ってこれたのは、国民とともに政治を進める姿勢があったからだと私は信じております。現在、経済、教育、外交、安保など、様々な国家的な危機に直面し、その突破を国民が求めています。国民と共に、丁寧に議論を重ねながら、皆様と共に前に進んでいきたい、このように決意をしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。在の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。文部科学大臣、下村博文君。有村議員から3つの質問がありました。最初に、全員参加での全国学力・学習状況調査を継続することに関する長期的展望についてお尋ねがありました。国として、すべての子どもたちの学力向上を図るため、すべての市町村、学校などにおいて、全国的な状況との比較により、課題を把握し、その結果を学校の指導改善等に生かすことは重要であると考えております。このため、平成25年度調査については、小学校6年生、中学校3年生の全児童生徒を対象とした実態調査を実施し、新たな追加調査と合わせて、きめ細かい把握分析を行います。また、平成26年度調査については、抽出調査から実態調査に見直して、必要な準備経費を平成25年度予算案に盛り込みました。平成27年度以降についても、引き続き日本の将来を担っていくすべての子どもたちの学力向上を図っていくため、継続的に実態調査で実施する方向で検討してまいります。次に、全国学力・学習状況調査の学校別の結果の公表に関する検討状況のお尋ねがございました。教育委員会や学校が保護者や地域住民に対し、
説明責任を果たすために、子どもたちの学力の状況等について、積極的な情報提供を行うことは重要でございます。一方、調査結果の公表にあたっては、学校の序列化や過度な競争につながらないよう、十分配慮することも必要と考えます。平成25年度については、その両方の観点を踏まえつつ、4年ぶりの実態調査に全国の学校から広く参加していただくことを考えて、平成19年度から21年度の実態調査の時と同様に、各学校の結果の公表は各学校の判断に委ねることとしております。平成25年度については、この取り扱いで調査を実施し、各学校の結果の公表がさらに進むよう、文部科学省としても促してまいります。平成26年度以降の調査における結果の公表の取り扱いについては、本調査は貴重な予算を使って教育改善のために実施していることや、保護者や地域住民に対する説明責任を果たすという観点を踏まえつつ、関係者の意見も聞きながら改めて検討してまいります。また、領土教育についてのお尋ねがありました。学校における領土教育については、その重要性に鑑み、新学習指導要領及び解説により、我が国の領域をめぐる問題などに関する取り扱いを充実したところでございます。これにより、すべての中学校地理の教科書において、竹島の記述がなされるとともに、来年度以降使用されるすべての高等学校地理の教科書において、竹島や尖閣諸島の記述がなされるようになったところでございます。将来を担う子どもたちが我が国の領土や領土問題を正しく理解することができるよう、我が国が正当に主張している立場に基づいた領土教育を進めてまいります。以上でございます。厚生労働大臣、田村憲久君。有村議員から保育所の整備、また保育士の処遇改善に対する取り組みのご質問をいただきました。ありがとうございます。まずは、待機児童の解消に向け、保育所等の整備を進めるとともに、平成25年度予算案において、約7万人の保育所及び受け入れ児童数の拡大に必要な予算を計上させていただきました。また、保育の量的拡大に伴う人材確保は喫緊の課題であることから、平成24年度補正予算で保育士の処遇改善をはじめとした従来より一歩踏み込んだ取り組みを推進していることところでございます。さらにより長期的な視野に立った取り組みといたしまして、平成27年度に本格施行が予定されております子ども子育て支援新制度、これにおきまして消費税財源等による安定財源を確保した上で、市町村が地域の保育需要を把握し、それに見合った認定こども園や保育所等の整備を行うなど、計画的に保育の量的拡大を図っていくこと、また、処遇の改善などにより、保育士の確保を図るとともに、職員配置の改善など、質の向上についても優先順位をつけながら対応していくことといたしております。なお、ハード、ソフト、両面からこれが必要でございまして、しっかりと頑張ってまいります。